線香焚いて数珠下げて、おばあちゃんはおじいちゃんのお墓参り。おそばのような、一体何でしょう。香料と一緒に練られて出てきたお線香。ある大手メーカーの工場で作られるお線香は200〜300種類。どうしてこんなに多いのでしょうか。若者向けや外国向けがここ数年めっきり増えて、静かなブームを呼んでいるのです。仏教の長い歴史と結びついて、日本人の信仰と魂の安らぎの役割を果たしてきた数珠と線香。世の中変わりました。数珠と線香は今やフィーリング派若者のアクセサリー。ずらり並んだ数珠ネックレス、これが似合うかしら。あら、恥ずかしい。マキシドレスに数珠ネックレス、若者は何でもアクセサリーにする超能力を持っているのか。街を個性が歩いています。流行の発端はヒッピーが仏教に憧れて、数珠を首にぶら下げお線香をパーティーで焚いて流行らせたのが、日本に逆輸入されたらしいといいます。お線香を焚いて数珠下げて、お酒を飲んで瞑想にふける。知らぬが仏。お線香と数珠の使い道も全く変わったものです。